セクシーコーラはドイツのアダルトモデルポルの女優。本名ケリリンはスニザ。ケリリン・エーベルトとして東ベルリンに生まれる。両親の離婚に伴い、2歳のカロリーンは母と共にシュベリーン近郊に移り、そこで祖母と暮らす。後に、ケーフと二人の腹違いの兄弟と暮らすようになるが、15歳の時再び祖父母の元に暮らす。スターンの記事によると、15歳の時、 ボーディスコのミス・アーシュ・ジウェイとして選ばれた。アーシュ・ジウェイはタトゥーを表すドイツ語のスラングで、少なくともこの頃にはタトゥーを入れていたと思われる。2003年、実家学校を卒業後、クレイベスミューレンで看護師としての職業訓練を受ける。しかし、股関節の健康上の理由で断念せざるを得なくなる。2005年、当時のボーイフレンドで後にマネージャーとなる。 ティムはスニザと共にハンブルクに移る。この頃、最初の包教手術。ハンブルクでは、最初のうち、8週間ほどヘルベルト通りで、売春婦として働いた。2006年、ティムと結婚、ケリリンはスニザとなる。2006年、売春婦としての仕事中に、セックスを動画で撮影し、ネットで配信するというアイデアを思いつく。夫ティムは動画を、 各種のエロポータルサイトに投稿する。同時に、カムガールとしての活動を開始。セクシー、コラという芸名を使用開始。2007年、セクシーコラレーベルを立ち上げる。彼女の死後も存続し、現在も DVD 制作などを行う。2007年、ドイツのマニア雑誌タトゥーエロティカに登場。2009年、ドイツの男性雑誌クーペに登場。 ドイツのラップミュージシャンディボノ・メガボルトに出演。2009年6月13日、ドレスデンで開催された自動車ショー XS カーナイト2009に特別ゲストとして参加。ピンクのランボルギーニとカメラに収まる。11月、スイスのコンタクトマガジンチェリーの表紙を飾る。2010年6月13日、2010フィファワールドカップに出場する。 ドイツ代表チームの激励イベント2010年セクシーサッカーカップに参加。これはポルの女優らがボディーペイントで表現されたユニフォームを着てサッカーの試合を行うというもの。10月23日ビーナス2010インベルリンに参加。サイン会を行う。2010年5月14日マキッシ,シングルマイラブをリリース。2010年7月16日アルバム マヤーカパーティーサマーをリリース。2010年9月10日、シングルラスウンスキキンをリリース。2010年1月11日3月9日、RTL2 のリアリティショービッグブラザー第10シーズンに出演。2011年8月27日、ZDF の犯罪シリーズクリミーライヘアインザッツインハンバーグに出演。2011年4月11日、 r t l ににて、ルポルタージュ、エインフィールズ、カーゼス・レーベン、デアホール・セクシー・コラが放送される。2009年ベルス・ト・フライツイート2010年、BE ・フェーマス2011年、ゲゲン・エラでその他、DVD のリリースは、本人の死後も続いている2010年10月24日、ベルリンで開催された。 セックス産業の日本史ビーナス2010インベルリンでビーナスアワードとイロティックスアワードの表彰式が行われた。セクシーコーラは計3部門で受賞。2009年5月1日にお口で抜いた人数の世界記録に挑戦すべく200人の男性を集めるが75人目で中断。そのまま病院に搬送され記録達成ならず。2011年1月11日。 ハンブルク市内の美容外科クリニックで自身6度目となる包教術の最中、心停止に陥る。別の病院に運ばれたが、2011年1月20日、手術の合併症で死亡。検察発表によると、彼女がアナボリックステイロイドを使用したことが死因の一つであるという噂は根拠がない。ケリリンはスニザの墓標2011年2月2日。 ハンブルクのオールスドルフ墓地にピンクの棺に入って埋葬される。1万8000ユーロをかけた彼女の墓には、彼女自身を表す高さ4フィートの天使の像が設置されている。罪のリンゴを象徴する赤い玉を持って。天使の左右に配置された、生前の写真を刻んだ石板は、墓地の主任により撤去された。セクシーすぎる。ガイドラインに反するとのこと。 1>, 1月21日、手術を行った2人の医師は過失致死で起訴された。2013年2月5日、うち1人に対し保護観察14ヶ月の判決が出る。カフティムは、美容外科クリニックを相手取って、損害賠償請求の訴えを提起する。ハンブルク地方裁判所は、2016年6月24日、14万ユーロ、 以上82万4000ユーロ以下の支払いを命じた。2010年、自身4度目となる、法教術の後、彼女は、自らの胸部を、直接かたどり石膏像を制作。死後、カフティムにより、ネットオークションで売られる、死んだ妻から、最後のお金を絞り取ろうというのか、ネット上のファンの意見は、必ずしも、肯定的でなかった。ありがとうございます。